どうも島田結衣です。今日は私のクリエイティブをご紹介させていただきたいなと思います。私の一番のクリエイティブはこのウルトラスーパーハイテンションのウルトラスーパーマシンガントークでーす。ということでね、今日はこのウルトラスーパーマシンガントークをさせていただきたいなと思うんですけど、やっぱりねちょっとね話すだけってなったらなんかいまいち伝わりにくいなってなるかもしれないので、私が一番得意でもあるでんクラリネットを持ってきました。なのでね、今日は後ほどねクラリネット少しだけ演奏させていただこうと思うんですけども、その前にこのウルトラスーパーハイテンションのウルトラスーパーマシンガントークでクラリネットを始めたきっかけやクラリネットのどこが好きっていうことをねお話しさせていただければと思います。ということで、今からクラリネットを始めたきっかけをお話しさせていただきます。音楽を始めたの自体は2歳の頃だったんですけども、クラリネットを始めたのは中学生の頃です。もともと小学生の頃違う楽器をやっていたんですけども、中学生の仮入部の時にクラリネットを吹いてる先輩にすっごく憧れを持って、もうこの楽器を始めようと決意しました。でもやっぱね、もうこれ見る限りにも押すとこいっぱいあるんですよ。もうここも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 いっぱい、もう裏にも押すところがあるんですよ。だから本当に難しくて、で先輩がもうめちゃくちゃかっこいい音色を披露していたのにもかかわらず、私はなんかもうプシュプシュプシュみたいな音しか出なくて、もうすっごく悲しかったです。なのでね、本当にねいっぱい練習してやっとねなんか自分なりの音色が出せるようになりました。高校に入ってからも引き続きクラリネットは続けました。途中で何か資格を取れたらいいなと思って、クラリネットの講師レベル相当の資格を取得しました。まあ、ぶっちゃけ取ったの昔すぎてもう時効みたいなもんなんですけどね。まあ大学入ってからはクラリネットをやめちゃったんですけども、まあ、たまに趣味で吹いたり、成人式の時にもファンファーレを吹かせていただきました。なのでこうやってね、いまだに趣味でたまに演奏したりっていうことで、なんかこれからもずっと続けていけたらいいかなって思っています。今からこのクラリネットを演奏します。今回演奏させていただく曲は Memories of You という曲です。この曲はすごく有名な曲で、いろんな方がいろんな吹き方をされている曲です。今回は私のアレンジで吹かせていただきたいなと思います。それでは聴いてください。Memories of You。ということで聴いていただいてありがとうございます。この曲は私が中学生の頃から演奏しているすごくね思い出深い曲を演奏させていただきました。いかがでしたでしょうか。
本当にでもね、私はね、私なりの音が出るんですけども、本当にクラリネットはね、吹く人が違えば全然音色も違ったりと、すっごくね魅力的な楽器です。なのでね、これからクラリネットの魅力っていうのもね、ぜひね伝えていけたらいいかなと思っております。ということで、こちらの動画を最後まで見ていただいて本当にありがとうございます。今回私はこのウルトラスーパーマシンガントークとクラリネットを披露させていただきました。これが私のクリエイティブということで、またまたお会いしましょう。本当に最後まで見ていただいてありがとうございました。せーの、おつゆいー。